はい、パート3行きましょう。えパート2で体内の pH は代償作用によって正常に保たれているよというふうに説明しました。えー、じゃあこの代償作用って一体何なんだっていうね、もっと具体的に言って何をやってるんだっていう話なんですけど、えー、覚えておいてほしいのはたったの2つです。CO2 と HCO3 マイナス。二酸化炭素と炭酸水オンですね。この2つの物質が、えー、pH 調節の主役なんです。なので、えっ、ー、と、それぞれね、どんな役割があるかっていうのを見ていきたいんですけど、まずは CO2 から行きましょう。 ね、この CO2 という物質は、えー、実はですね、水に溶けると水素イオンを増やす働きがあるんです。で、パート1でやりましたけども、水素イオンが増えるっていうことは酸性に傾くっていうことなんですよ。つまり CO2 っていうのは酸性に傾ける力があるんです。であのー、まあ、これもパート1でやりましたけども、あの、炭酸水は酸性じゃないですか。これは CO2 が溶けてるからなんですよね、実は。うん。 じゃあもう片方の主役である h c o 3に行きましょう。これはですね、あまり馴染みのない物質かなと思うんですけども、まず呼び方は炭酸水素イオン、もしくは重炭酸イオンというふうに呼ばれます。で、こいつはですね、CO2 と反対に水素イオンを減らす働きがあるんです。つまりアルカリ性に傾ける力があるということなんですね。 でこの反対の働きを持つ CO2 と炭酸水素イオンがですね体の中で、えー、pH がこうちょうどよく正常な範囲に収まるようにこう綱引きのようにです、ね、釣り合っていって、えー、調節しているというのが代償、えー、作用の主な仕組みなんですよね、えー、当然ですね体内の CO2 が増えてしまうとバランスが崩れて酸性に傾きがち、まあ、つまりアシドシスになってしまいますで逆に減りすぎてしまうと、えー、炭酸水素イオンの方が優位になっちゃってアルカリ性に傾きがち、まあ、アルカロシスになると いうことですね。えー、逆もそうですあ。炭酸水素イオンの方が増えすぎるとアルカロースになるし、減りすぎるとアシドシスになるというわけですね。非常に、まあ、あの、わかりやすい形になってます。で、まあ、代償作用の、まあ、仕組みはわかったと。じゃあ、今度は、その CO2 とか炭酸水素イオンというのは、どうやって調節してるんだっていうね。次の疑問が出てくるわけです。そんな都合よくね、あの、いい感じの分量に、えー、調節できるのかっていう話なんですけども。えっと、CO2 はですね、 なんとなくイメージできるかなと思うんですけど、要は息止めちゃえばいいわけですよね。息をしなければ CO2 増えるわけです。うん。逆に減らしたければ息を吐きまくればいいと。えっ、ー、と、つまりですね、呼吸、えー、肺ですね、肺。肺を通じて、えっ、ー、と、量を調節しているということなんですよね。じゃあ逆に、えー、炭酸水素イオンはどうなんでしょうかまあ、と言われても、まあ、ま、わかんねえよって感じだと思うんですけど、炭酸水素イオンはですね、実は腎臓で調節してます。 えー、腎臓はですね、まあ、実に優秀で、えっと、まず炭酸水素イオンを作ることができるんですよね。かつ、えー、あ、これいらねえわってなったら、えー、おしっこに排出することもできるし、やっぱいるって言って、えー、再吸収することもできる。えー、すごいですね。えー、それだけじゃなくてですね、えー、腎臓っていうのは実は、えー、体内のいらない酸性物質をおしっこに出しちゃうっていう機能も持ってるんですね。なので、これも合わせて覚えておいてください。はい、おさらいしましょう。 体内の pH は CO2 と炭酸水素イオンのバランスで調節されています CO2 が多ければアシドオシス少なければアルカローシス逆に炭酸水素イオンが多ければアルカローシス少なければアシドオシスになりますと。で、それぞれ CO2 は肺で炭酸水素イオンは腎臓で主に調節されていますはい、パート3終わりですパート4に行きましょう